合格おめでとうございます。ありがとうございます。お前ね、よく頑張りました。はい、ね、はい、まずじゃあ一番最初に県自身の自己紹介と、あとは、まあ、部活動かけたら部活動、あとは、深かった大学を言ってください。金光屋高校バレーボール部で、うん、近畿大学経営学部と、うん、立命館大学産業社会学部と経営学部です。おマナビズム。進学先は、立命館大学の経営学部。おー、立命館大学の経営学部に行くと、はい、うん、これはもう最初からの第一志望だから。そうです。おお、よくやりました。素晴らしいですね。うん、長い間そこの第一志望をしっかりと目指してもらったら、まあいろんな挫折であったり苦境とかあったと思うけど、めちゃくちゃ頑張ってくれてね。ちなみにさ、ケンって、マナビズムに入ってくれたのっていつぐらいのタイミングだろう？高2の夏前です。高2の夏前か。ケンの高校やからさ、その高2の夏前ぐらいだったらまだ受験まだ入ってないと思うねんか、はい、だけどケンはそのタイミングで受験勉強を始めようと思ったわけやんか、はい、そのきっかけって何だろう？僕の2個上の兄が受験勉強を始めたのが11月だったんで、うん、でその遅さ、圧倒的に時間の少なさがあって、うんうん、感覚を打つためだったん で、うん、でその教訓で僕が始めるのが、うん、早かったらそれなりに時間が取れて、うん、合格もしやすいってことだったんで、うん、この時期に入りました。そうやな、まあ、感覚同一ってやっぱ昔に比べたらやっぱ難しくなってきているから、やっぱり早い段階から勉強しなあかんっていうふうに、まあ、高校2年生ながらに感じてたってね。そうです、その素晴らしいと思います。ちなみにさ、じゃあそのタイミングで勉強を始めようっていう理由は分かってんけど、なんでその中でもさ、いっぱい塾あるやん。で、なぜマナビズムになるの？これも兄からマナビズムっていう塾があって、うん、そこはめっちゃいいところやからって言って、うん、兄もYouTube で動画に撮って、うん、でもそれを僕に教えてくれて、入りっていうことで入りました。なるほどなるほど。じゃあ高2の夏ぐらいからマナビズムに入ってもらって、しっかり勉強頑張ってくれると思うんだけどさ、ケンが、マナビズムの中で学んだこといっぱいあると思うね。その中でも1個あげるとしたら、マナビズムで何を学んだって、やっぱり行動することっていうことですかね。うん、なるほど。どうだろう、いくら周りの人たちとか大人があれしろこれしろって言っても、うん、やる本人が結局その勉強とか、うん、やることをやらなかったら、うん、結局言ったことも意味なくなったりとか、うん、例えばコンサルとかでも、うん、どんなに素晴らしい設計を立てるとしても、うん、そこで本人がやらなかったら合格もできないと思う。そうやな、うん、なるほどなるほど。だからまあコンサルタントって、まあ、基本的にはその1週間の学習計画を立てて、で、まあ、それ指導されるんやけど、結局やる本人が行動しないと結局結果には結びつかんってことになる。で、ケン自身はそれで行動できたわけやん。でも行動できひん人もおるわけやんか。じゃあケンはなんで行動できたの？周りのみんなとかもやっぱり、うん、高いモチベーションで意識高くて、うん、でもそれに負けやんとこっていう思いがありました、うん、なるほどなるほど。確かにそうやな、マナビズムの制度ってもうほぼ全員が手術に来て、もう全員が全員ガチで志望を狙いに行くっていう感じのモチベーションやからね。そうです、うん、自分が行動できない人としても行動せざるを得ない環境っていうのは確かに間違いないかもしれないね、はい、うん、じゃあ、まあ、マナビズムでそういうことを学んだと。やけど、まあ、この受験生活の中でさ、まあ、全てが順風満帆にいったわけじゃないやんか、はい、なんか絶対に挫折であったりとか、なんか苦しいことであってあったはずやねん、はい、県の中で今年、まあ、受験まで一番苦しかったと思う瞬間ってない？カンカンが始まる2日前に自己最低点が英語で出てしまって、うん、塾が時間が終わってもまだ自習室で一人で泣いとった時ですから、ね、うん、そうやな。その時僕もおったんですよね、うん、めちゃくちゃ泣いとって、どうしてんのみたいな感じでね、じゃあもう自己採点で取りましたみたいな、うん、その時に俺がかけた言葉だったと覚える、はい、うん、やっぱり自分がやってきたことを、うん、この2年間やってきたことっていうのをしっかり信じて、うん、自分で駆け抜けろっておっしゃっていただいた時に、うん、一人でやってるつもりはやっぱなかったんですけど、うん、やっぱりその周りっていうのは見えてなかったんで、うん、そこでやっぱりゆうまさんに周りをやっぱ見れるっていうちょっと余裕ができて、うん、それがやっぱ結果に結びついたのかなと思ってます。そうだね、あの時の2日前のメンタルやったらほんまに大丈夫だけんと思ったけど、うん、まあそのずっと追ってくれたし、マッチングね、長く追ってくれたし、で、俺もめちゃくちゃ親近感を、ケンに対して持っていたから、まあその涙を見せた瞬間だとしても、まあ高校の時もそうやったやんか、うん、試験前とかで全然合格点出ないんだけど、まあ取っていってくれたよ、近代の方もね、うん、で、まあ一般の時もそんな感じで、だけどまあ高校に比べたら本命の受験やしみたいな感じで、ほんまにしんどい思いをしてたと思うけど、ほんまに結果出してよかったです、はい、おめでとうございます。まあ出す人間やと思ったけどねじゃあケンはさ、その受験前、まあ、1年半年間、まあ、本気で勉強してくれたわけやけど、やっぱりまあ一人やったら絶対挫折とか、まあ、つまずいとったと思うんやけど、まあ、コンサルが追ってくれたわけやんか、うん、でケンにとってそのコンサルってどんな感想だったりどんな印象を持つか。
まずその勉強の設計や計画だけじゃなくて、まあ、自分のメンタルとか学校での出来事の悩みとか相談をやっぱ受け入れてくれて、うん、自分の中でのそのモヤモヤとか、うん、そういうストレスっていうのをぶつけるじゃないですけど、うん、それをやっぱ相談して進めていけたかなっていうふうに思います。なるほどなるほど。単純に勉強をしてるだけじゃなくて、そのメンタリティの部分であったりとか、そういったところでも助けになったって感じか。そうでしたよね。うん、まあかなり、まあ、寄り添ってやってくれてるっていう印象は、もう僕自身も働いてそう思いますし、で、まあ、ケンが、まあ、コンサルを送ってくれた人っておりやんか、うん、で、そいつ自身は、まあ、めちゃくちゃツンデレな部分ももちろんあるけど、そうですね、まあ、それはちょっとケンに当たったって部分もあるね。そうですね。オッケーオッケー。じゃあさ、さっき言ったけど、学校で、まあ、悩みが絶対出てくるやんか、しんどいことであったり、で、現役生特に多いのが、部活動入ってるところでさ、部活動と塾の両立、受験勉強の両立、これめちゃくちゃしんどいと思って、で、まあ、みんな多分思ってる人もいてると思うね。その人たちになんかアドバイスとか。そうですね、やっぱり部活とかしとったら、うん、やっぱりその分勉強する時間が出るので、うん、やっぱりその隙間隙間、移動時間でやったりとか、うん、休憩時間、学校での休憩時間の10分間ってなったら、うん、5分はやっぱ休憩とか大事だと思うんですけど、その残りの5分はやっぱりその勉強とかでも出てたりしたら、やっぱその5分が塵も積もればなるっていうか、うん、毎日のその5分の積み重ねでやっぱりその1時間とか2時間とか確保できるんで、うん、そこが大きいかなという。素晴らしいですね。確かにそうだね。ほんまに毎毎の時間でどんだけ詰めれるかって話だもんね。OK。じゃあさ、そういうふうにいろいろ工夫してもらって、1年間いろんな壁があったけど全部乗り越えてもらって、晴れて4月から第1志望の立命館に行けるわけやんか。県は大学に入って何したい？そうですね、うん、経営学部に入ったんで、その経営学を学んで、やっぱり自分の夢が自分でその会社を作ることなので、うん、やっぱりその矢沢先生とかに、うん、教えてもらったりとか、やっぱそれを見て、うん、学んだこととか、うん、学びずるで学んだことっていうのを生かしていきたいと思います。なるほど、素晴らしい志を持ってるね。ありがとうございます。じゃあ最後に、まあ1年半年、まあ、それ以上だけど、まあ、特に受験期には親御さんがしっかりサポートしてくれたと思いますし、まあ、ケン自身もその感謝の気持ちがあると思う。でも直接言うのは恥ずかしいやんか。だから今回はせっかくの機会なので、はい、カメラに向かって親御さんへの感謝の気持ちを述べてください。はい、1年半ご覧いただいてくれてありがとうございます。授業料であったりとか受験料っていうお金の面であったりとか、やっぱりその弁当2食作ってもらって、自分の中でもやっぱりそれがなかったら、この1年半駆け抜けることができなかったので感謝しています。大学生になっても迷惑かけるかもしれませんが、これからもよろしくお願いします。